こんにちは、佐々木です。今回ですね、こちらの海外にスリッパというキーワードで儲かる人見つかりましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらはですね、海外にスリッパと入れていただきまして、クリックしていただきますと、まあ、こういった画面出てきますね。はい。で、新品ですね、送料込み売り切れ、こちらをクリックしてください。はい。そうしますと、こういったふうに出てきますね。今回ですね、2足紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。はい。で、これ見ていただくと分かるんです。韓国って書いてあるんですけど、実際はですね、こう下見ていただくと、ノーブランド商品ですね。なので、ぜひね、これは海外である商品なので、これちょっとリサーチしてみました。はい。このスニッピング2ですね。これを使っていただきます。この3秒ですね。はい。そうしますと、こういった画像が出てきますので、こう切り取りしますね。はい。で、これをですね、こちらのパソコンにですね、一旦コピーしておきますね。はい。では、こういった風に画像が出てきますので、ここをですね、クリックします。そうしますと出てきましたね。はい。でね、お値段なんですけども、いっぱいありまして、ここが一番安いかな、23元。なので、だいたいですね、同じ商品、値段がだいたい一緒ですね、サイズがいろいろあるんですけど、まあ、これをだいたいですね、まあ、23元。で、今、16.2と考えていただいて、372円ですね、こちらが。はい。372円ですね。はい。で、メルカリはですね、今、2680円なんで、まあ、2680円。かける0.9ですね。はい、そう、2410円で、まあ、ここからですね、まず国際配送がですね、これが発生しますので、137円ぐらいと見ていただきまして、その次、国際税金ですね、まあ、これをですね、まあ、50円、まあ、50円ちょっと安いんですけど、50円と考えていただきまして、その次なんですけど、商品のですね、先ほどの372円代ですね、はい、で、1853円ですね。で、国内の配送ですね。まあ、大体、定期が500円までいかないんですが、大まかに500円と見ていただきまして、これはですね、大体1353円、利益出ますね。儲かりますね、これもちろん。はい。ぜひね、仕入れていただければいいかと思いますね。はい。で、その次なんですけど、またちょっと面白い商品があるので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。これですね、ですね。すごい高い商品なんですよ、スリッパで。これですね。なんと2999円ですよ。これ高いですよね。で、これもですね、こう見ていただきましてびっくりしたんですけど、海外限定セレクトアイテムとか出てるんですけども、まあ、これ、海外輸入品って書いてある。これもですね、調べてみました。はい。で、まあ、これも先ほどのですね、こういったフォームでクリックしていただきまして、で、これですね、リサーチします。で、これもですね、まあ、こちらの方で保存しまして、で、まあ、先ほどもね、ちょっと一旦クリアしますね。はい。で、このニュートラルの状態から調べてみますね。まあ、ちょっと出てこないですね。ちょっと一旦しますね。あ、出ましたね。出てきましたね。同じです。で、どこが安い？結構高いんですよね、これ。見ていて。31円、20、あ、ここ20円安いです。ここ置いてみますね。はい。あ、いっぱいありますね。まあ、大体ですね、まあ、全部一緒なので、まあ、今回、まあ、大きい方がいいのかな。まあ、この小さな22元、これでちょっと計算してみますね。はい。ですね。まあ、16.2元かける22。はい。これが356円と考えていただければですね。356円ですね。はい。で、商品の値段なんですけど、サイズも先ほど見ていただいた22、27番。まあ、今回2999円。これでちょっと計算してみますね。はい。まあ、2699円ですね。で、まあ、国際配送代が137円なので、
2562円からさらにですね、50円引きますね。これ税金引きまして50円引きまして、さらにですね、酒のお値段なんですけど、356円、代金ですね、これを引きます。はい。で、大体配送代500円と考えていただきまして、適がですね、はい。そうしますと、1656円ですね。これはですね、1654億円儲かるので、まあ、かなりいい商品ですよね。この商品はかなり儲かります。まあ、ぜひね、スリーパーでも、まあ、かなり儲かる商品たくさんありますので、ぜひね、リサーチでね、販売していただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。はい。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE 登録をによろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。